熊野プーさんがですね、今度あれ映画であれらしいですね、なんだっけ、タクシーが客乗せて走るのなんつったっけ、うん、実写化、あ、そうそう、実写化ね、実写化するらしいんですよね。どんななるか楽しみなんですけどね。でもプーさんつったらあれ好きですよね、なんだっけ、888、あ、そうじゃなくて83つってね、ねずっちです。かなり強引ですが、今日は茨城に営業に来てます。